皆さんこんにちは、願望の相対性理論ワンデーライブセミナー秋田口で、終わりまして、これがテキストです。相対性理論、願望ですね。自分自身の夢とか希望とか思いですね。こういったものは置かれている状況とか立場とかお付き合いする方々、また自分のコンディションによってどんどんと変化していくんですけれども、その変化していく思いを今一度見つめ直して、そして、夢の棚卸しとか人生のピットインとか言ってるんですけれども、丸一日かけて自分はほんまに、どんなことで、今盛り上がっているのか、ワクワクしているのかと、ワクワクするのかと、何を求めているのか、何がしたいねと、一体何がしたいねという部分ですね、そこのところをもう一度見つめ直して、そしてそのためにね、今置かれている状況とか立場でどんなことをね、今自分はやっているかなと。でそれはね、その思いをこう現実化させる上でね、生きてるかどうか、ね、うまくいってるかどうか、他のねやり方の方が良かったりするところもあるんちゃうかなとか、いろいろあると思うんですけれども、そういったことをね丸一日かけて見つめ直してみようと。でその中でですね、自分自身は一体何がしたいねと、それもね今はっていうのがあるんですけど、今まで何してきてんとか、で今何してんねんと、で今何したいねんと、で将来的にはどんな風になっていきたいねというね、そういうイメージを、ね、もう一度明確化してですね、でそこに対してどんな戦略でどういう風にやっていこうかっていうのをしっかりとね、捉え直して、そしてもう一度ね、絶好調、ベストコンディションでね走り出していくための、まあ、はとぎの時間というかね、そういったものを、持とうということでやってるんですね。自分自身の思い、明るく楽しく気持ちよく笑顔で爽やかにご機嫌にありがとうでいっぱいの、そんな人生を歩んでいきたいなって僕普通に思うんですよね。で快適に豊かに、そして自分自身の人生という作品をより美しくアートとして捉える、ハーモニーです、調和を、いろんな、方々や自然やそういったものと調和をして、より美しいメロディーを奏でていきたいなと思うんですけれども、そういう根本的に自分は一体何がしたいの、どんな人生を送りたいのかというのですね、これが僕の人生の基本的なこうモットーというかね、ご機嫌に明るく楽しく過ごす、自分も周りも地域も社会も、強いてはね地球全体も宇宙全、まあ、地球全体も宇宙全体も僕自分自身やと思ってますから、24時間365日できるだけルンルン気分でね、リラックスしてね、楽しく笑って笑顔で、暮らすというのが僕のその生きる意味という感じですかね。でこの一度しかない人生ですよ、せっかくいただいたこの命いただいて、何のためにねこれ日々活動してるんですかって言われたら、まあ自分自身がねご機嫌に明るく次々と夢を叶えながらね、達成感や充実感感じながら、生きる喜びを存分に味わいながら過ごしていきたいなっていうのはあるんですけど、やっぱり周りの方々と、ハーモニーを奏でながらやっていきたい、調和を保ちましょう、みんなと一緒に楽しみたいなというのがありましてね、一人でも多くの方に喜んでいただいて楽しんでいただいて、そしてご機嫌になっていただいて、リラックスしてルンルン気分で次々と夢をね叶え続けていっていただきたいなと、このように思うわけですね。これが僕の人生のね、まあ言えば目的ですよ、ね、一人でも多くの方に、もちろん自分が源なんですけど、自分や家族や仲間やその、ね、地域や身近なところから大切なんですけれども、それがじわりじわりと輪を広げてですね、一人でも多くの方にということなので、日本中をこうゆくゆくは巡ってですね、人々の幸せを分かち合って、そしてそれから世界中をね旅しながら、楽しそうですね。
地球レベルで、ね、地球を丸ごとご機嫌にね、笑顔にしていけるような、そんな活動がね、できたらいいなと思ってるんですね。これが僕の人生の目標です。その目標をね、果たすために、例えば世界中の子どもたちとね、世界一周ワールドご機嫌ツアーを開催して、笑顔になっていただくイベントをね、開催するんだとか、世界中に夢からスマイルスクールというのを作ってね、どんどん夢を叶えていくんだとかね、どんどん笑顔をね、プロデュースしていくんだとか、それからありがとうカウンターやってますけど、これをね、世界中に広げて、日本中、世界中をありがとうと言って、そのみんなにご機嫌になるとね、みんなでご機嫌になって、地球を丸ごとご機嫌にしていくんだとかね、ビートルズ大好きなんですけど、ビートルズを世界中で演奏させていただいて、みんなで、ね、ラブ&ピース、この輪をね、また広げて、世界中を歌い上げるんだと、世界中をと調和するんだ、コーラス、ハーモニー、奏でるんだっていうのだったりね、またあの、自分自身、フルマラソンとか、トライアスロンとか、ずっとこう、レースに出れるような、そんなね、エネルギーを維持し続けてね、生涯現役でね、元気になって仕方がない人生を歩むんだということとかですね、会社経営ですね、本当に世の中に社会にインパクトを与えるような、多くの方々の暮らしをね、豊かにするような、そんなね、ビジネスを立ち上げて12桁13桁のね、そんな企業、そんなあのビジネスやっていくんだとかね、いろいろと夢がありますね。こうやって世界中飛び回ろうと思ったら、こう自分自身が自由な状態、時間的にも経済的にも、心も体も自由な状態で、この安定基盤を、あの資産形成をして、ね、作り上げるんだとか、本当にいろんな目標があるんですが、この目標を果たすためにどんな知識が必要、そしてどんなね、体も大事ですね、どんなエネルギーが必要で、心の状態も大切です、ね、どんなあり方、ね、どんな心もエネルギーですよね、知識も情報も体力もその心のね、健康全てを土台として構築、そして家庭ですよね、それから職場、ビジネスとプライベート、これどっちも大事ですね。どのような家庭、どのような職場を築きたいのかというところをよりね、明確にして、家族でね、記念日を大切にするとか、旅行に行くとか、こんな団らん、世界中でね、ファミリーミーティングの機会を持つとか、まあ、いろいろあるんですけど、それから会社もね、世界一周ワールドご機嫌ツアー社員旅行でね、皆さんね、一緒になって楽しむとかね、ノミニケーションとか、まあいろいろとね、楽しみごとになるんですけど、それから、その結果ね、どういった、資本主義社会ですから、経済的なその成果を生み出し続けて持続可能なものにね、していくのか、まあ、これからもしかしたら資本主義社会、経済だけではないかもしれないですね。有形の資産、無形の資産をどのように、構築していくのかっていうようなことまでね、含めてじっくりと自分と向かい合って丸一日かけて、見つめ直す、そういう機会を、ね、3ヶ月に1回は、ね、持ちましょうということで、3ヶ月に1回この願望の相対性理論ワンデーライブセミナーもね、開催させていただいております。次回は7月の8日だったかな、ちょっともうスケジュールなんですけどね、7月の8日日曜日ワンデーライブセミナーを開催させていただこうと思うんですけどもね、まあ、それまでの3ヶ月日々この自分のね、なりたい状態、クオリティーワールドっていうんですか、上質世界、まあ、こんな人生を送れたら最高やなっていう気分を毎朝思い描いて味わって、そして朝は希望に起き、昼は努力に生きね、昼は1分1秒実践に実践を、魂を込めて目の前のお仕事、目の前の方を大切にして、そして夜は感謝に眠ると、いや、ありがとうございます、今日もね、一日本当に幸せに過ごすことができて、ありがとうございます。
世の中に感謝、そして今日おじいちゃんの出来事、これまでの人生、そしてこれからの人生に、ありがとうございますという気持ちを、感謝感激感動感銘をくれまして、生きる喜びを存分に楽しんでいきたいと思うんですね。というわけで昨日はね、願望の相対セミナー、ワンデーライブセミナー、どうもありがとうございました。また7月8日ね、皆さんとお会いできることを楽しみにいたしております。